こんにちは、メタモ先生です。今回はカービィのサマードリンクを作っていきます。はい、では使うものとしてはだいたいこんな感じになっています。たくさんあるんですけど、ちょっとね紹介していきます。でね、途中でやっぱりこれ使いたいなって思ったらちょっと増えちゃうかもしれないんですけど、そこはご了承ください。まずはカービィちゃんの土台にしたいこちらの発泡スチロールのボールですね。こちらはダイソーで買いました。こちらを使っていきます。それとあとはこちらのペーパーカップです。こちらはサイズ的にこのぐらいのちょっと小さめのものになります。で、なんで小さいのにしたかというと、こちらのねボールのサイズに合わせています。で、こうやって重ねると結構沈んでしまうんですけど、大きいカップだと中まで行ってしまうので、これのボールの大きさによって変えてみてください。はい、それとあとはこちらの伸びる紙粘土を使います。こちらの紙粘土が一番使いやすいかなと思います。なので初心者の方は、紙粘土といったらこちらのダイソーの伸びる紙粘土を使うとおすすめです。こちらの、粘土などを着色したり色を塗ったりするときに使う絵の具、あとは貼り付けたりするときにボンドを使います。私のボンドね、だいぶ使い込んでるのでこんな感じでやばいことになって蓋が閉まってないんですけど、こちらのボンドと、あとは今回ですね、中に入れてシャカシャカ音を立てたいのでこちらのビーズを使います。このビーズは見えなくなってしまうので何でも大丈夫です。あとはね、こちらの、折り紙です。折り紙は最後にね、こちらのカップをデコレーションするときにこの折り紙が可愛いのでこちらを使おうかなと思っています。はい、あとね、こちらの黄緑のモールを使います。はい、あとね、こちらのストローです。こちらのストローも、100均で売っています。はい、では以上のものを使って、作っていきたいと思います。それでは作ってみよう。はい、ではまずは、カービィちゃんの土台を作っていきたいと思います。で、伸びる紙粘土を用意します。で、今回こちらのね、カップ見てもらったら分かる通り、重ねるとこんな感じで結構沈んでしまうので、こちらの丸をね、もう少しだけ大きくしたいなと思っています。なのでちょっとだけ多めに粘土を使うことになると思います。で、こちらは伸びる紙粘土なんですけど、最初ね、ちょっとね、すごい柔らかかったり硬かったりするので少しだけもみもみしていきます。こちらのね、絵の具を混ぜて、やってもいいです。それか、出来上がった後に塗る形でもいいと思います。私は今回は、結構濃いめの色に仕上げたいので、後から塗るタイプにしていきたいと思います。なのでね、今ちょっと白いんですけど、ちょっと気にせずやっていきます。はい、ではこんな感じで、とりあえず伸ばし棒で伸ばしていきます。割とね、この作り方スクイズに似てるんですけど、でね、もうのなんかね、の伸ばし棒にゴミがついててゴミが結構ついちゃいました。ちょっと気にせずにやりたいと思います。こちらの、おっとと、こちらのボンドを使っていきます。ボンドをこんな感じでつけたら、先ほどのこちらの粘土をね、上からかぶせます。はい、かぶせたらこんな感じでなんかちょっと包むかのようにちょっと包んでいきます。で、ちなみにですね、これね、綺麗に整えるよりちょっとボコボコしてる方が、今回ね、ちょっとクリームソーダというかアイスっぽくしたいので、ボコボコしてる方がリアルに表現できるので、ボコボコさせたそのままの方がいいと思います。はい、ではある程度できたんですけど、ちょっとね、これに乗せてみます。はい、
載せてみたらこんな感じでいい感じですね。こちら粘土がねちょっと分厚めになったのでここでね止まるようになってくれました。こんな感じでいい感じかなと思います。そしたら今回はカービィちゃんなのであとね手と足をつけたいなと思います。でねカービィちゃんなんですけどポーズ的にホバリングカービィちゃんぷくぷく浮いてる感じでしたいので手をね上の方につけて足を後ろの方につけてみたいと思います。ここからはちょっと応用編なんですけど私はカービィちゃんの目と、ほっぺを立体的にしたいので、粘土でちょっと作ってしまいます。こちらの方法はね後で絵の具で描くっていう方が楽だと思うので応用編として見ていてください。はい、では今回はせっかくなのでバトルディの方も作っていきます。なんだかんだねやっぱりカービィちゃんとなんかバトルディってセットって感じがするのであとね結構見てる方でバトルディ好きだって方もいるのでね今回ちょっとバトルディも作っていきます。で今回はねワドルディということでカービィちゃんはこのままで終わりなんですけどワドちゃんって顔のねなんか白っぽい部分があるじゃないですか。そこをねまあ描いてもいいんですけど私はちょっとだけ立体的に見せるために粘土でちょっと作ってみます。であとですね上に飾りたいさくらんぼをちょっと作っちゃいたいと思います。まずねモールを取ってでこのまた粘土をですねさくらんぼにしたいので丸くしていきます。ちょうどねカービィちゃんとワドちゃんの頭に乗せるくらいの大きさにします。そしたらこちらのモールをですねプスッと刺します。はい、こんな感じで葉っぱの部分ができました。はい、それではね今粘土を乾かしている間にこちらのカップのデコレーションをしていきたいなと思います。今回はこちらの青とピンクっぽいこちらの星のねデザインを使っていきたいと思います。はい、こんな感じで結構ねこのねカップに折り紙を貼るっていう作業って結構大変なんですけどこういう部分ねあるんですけど、まあ、後でねシールとかなんかでいろいろデコレーションしちゃうので気にしなくて大丈夫です。こんな感じでやっていきます。そしたらもう一個の方もねの青でやっていきます。はい、ではこんな感じでカップが2つできました。すごいなんか2つとも違う印象になっていい感じですね。ここはねお好きな感じでデコレーションしてみてください。そしたらねこちらの粘土乾いたのでこちら色を塗っていくんですけどまあねちょっと色塗るのね結構持ちながら塗らなきゃいけなくて大変だなと思うので私はねもう先にここに貼り付けちゃおうかなと思っています。で貼り付ける前に今回はね振るとなんかシャカシャカとかいう感じで音を鳴らしたいので最初に紹介したこちらのビーズをね少し入れていきます。ちょっと少なめと多めにしてみます。そしたらこっちに、カービィちゃんにしたいのでこんな感じで貼り付けたら乾かします。そしたらこっちはワドちゃんにしたいのでワドちゃんも同じように貼り付けます。でこれがね乾かないうちにあんまりこうやってカシャカシャするとボンドがついてしまったりするのでこの時はね乾くまではしっかりこのままにしておいてください。
はい、では今度は色を塗っていきます。まずね、カービィちゃんの方から塗っていきます。ではね、全体をとりあえずピンク色にしていきます。はい、ではこんな感じで塗り終わりました。なんかすごい頭でっかちのカービィとバトルディになりました。面白いですね。そしたら今度はこちらのね、ストローを使ってちょっとね、デコレーションしたいと思います。はい、それでは完成しました。カービィとバドルディのシャカ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 ドリンクです。イエーイはい、こんな感じです。一つともね、振るとこんな感じでシャカシャカしてます。ちょっとね、たくさんワトちゃんの方入れたんで、中のビーズがいい感じになってます。はい、こんな感じです。で、後ろはね、こんな感じになっています。カップがね、すごいカラフルで可愛いですね。こっちもワドちゃん、ちゃんとさくらんぼついてます。で、ワドちゃんの方は足はないです。はいはい、すごいね、なんか夏っぽいですね。うん、ちょっとね、色塗るの大変だったんですけど、とても楽しく作れました。これね、貼り付けてしまったんですけど、貼り付けないでちょっと小物ケースみたいな感じでね、作ってみてもいいと思います。私はこのままね、ちょっとインテリアとして飾りたいなと思っています。で、全部ね、一応100均の材料でできるので手軽にできるかなと思います。はい、でね、ちょっと夏っぽさを演出してみました。いかがでしょうかちょっと顔ね、似てないかもしれないんですけど、よかったら皆さん作ってみてください。はい、では今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また見てね、バイバーイ。